QK34 ストレラ -3 はソビエト連邦が開発した携帯式地対空ミサイルシステム。従来使用されてきた QK32 ストレラ -2 の改良、後継型として1978年に完成した。NATO コードネームはグレムリン、DOD 番号は SA-14。 QK34 ストレラマイナス3の前作である QK32 ストレラマイナス2は1967年には量産実戦配備が開始されたもののミサイル先端部に装備されている赤外線シーカーの性能に欠点があり目標の後方からしか発射できない太陽や熱せられた岩肌を目標と誤認して追尾する 低空、あるいは高速飛行するヘリコプターや航空機に対する命中率が極端に悪いといった問題が発生するようになり、お世辞にも信頼に足る兵器とは言い難かった。そこで、そういった問題を改善しようと、1970年から、コロムナ機械製作設計局で開発が、開始されたのが QK34 ストレラ -3 である。 開発時間の節約の関係で、玉体の空力設計は、前作である QK32 のそれを踏襲しているが、中身には大幅な変更が加えられた。主な変更点として、弾頭部の赤外線シーカーを新型のものに取り替えたことが挙げられる。使用する省電素子は従来通りの硫化鉛であるが、窒素ガスによる、 冷却メカニズムを導入して、熱雑音の低減を図り、追尾精度が向上した。これにより、太陽や岩肌を目標として誤認する欠点は、改善されたばかりか、限定的ながら、オールアスペクト発射も可能となったことで、後方からの追尾のみならず、目標に対して、あらゆる方向からの攻撃が可能となった。また、 追加装備として QP51 熱電池が加えられ、弾頭作薬量も QK32 の2倍とすることで、目標破壊能力を向上、さらに推進装置の改良によって、最大射程も延長している。これらの改良によって、全体的な性能が飛躍的に向上し、1978年に QK34 として、正式採用されるに至ったが、 改良の影響で重量が 9K30 によりかなり増大するという結果も同時に生んでいる。量産開始後からは、ソ連への配備のほか、独立国家共同体や北朝鮮、アンゴラ、ベトナムなどといった国々に大量に輸出、使用され、一部はゲリラや反政府組織などにも裏ルートで供給されたと言われている。DHL 貨物便撃追事件においても使用された。 なお、ソ連から装備を引き継いだ、ロシア連邦軍では、現在、9K34 ストレラマイナス3の改良型の9、K38 位ぐらいや 9K310 位ぐらいマイナス1といった、新型機種への更新が進んでおり、徐々に、第一線から退役しているようである。ウィキメディアコモンズには、9K34 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。